ストレート、はじき返しましたが、ライトがいいダッシュを見せました。怖い柳町のファインプレーです。そう見せるか、ライトの前には落ちないか、これもダイレクト掴んでいます。また柳町です。左は今シーズン3割1分5厘と少し打たれている東。ピッチャーゴロはどうショートのゴロの先、センターに抜けます。近藤健介は二塁ストップ戻っています。ピッチャーそしてショートが取れるかというような打球ではあったんですが、決まったんですが、この牧詰まりながらどうか、落ちました。都合は2塁から3塁には、あっとそして少しベースから離れてしまいました。2塁にボールが送られます。ベースカバーはショート今宮、タッチアウトになりました。2アウトランナー1塁です。前にはヒットが記録されています。少し三塁に向かいかけて戻りました。その間にタッチアウト、まあ、3人ってアベレージを残しています。柳町詰まりながら落ちました。ヒットまたこの回も近藤柳町、この2人の出塁です。チャンスを作ってきます。ワンアウトランナー二塁一塁です。まあ、振ればヒットというような雰囲気もありますこの柳町。詰まってはいるんですが、いいところに飛んでいきます。1、2塁間、ここまた詰めてきた。今日柳町3安打、ライトから3塁に送られますが、ちょっと今ボールはランナーに当たっています。またヒットを打ちました柳町です。この柳町も止まりません。いや今日はこの攻撃のパターンです。近藤出塁、そして柳町、これで三塁一塁です。